7を観測しました。またこの地震に続いて午後3時15分ごろ、茨城県沖でも最大震度6弱を観測する地震がありました。震源の深さおよそ80キロ、マグニチュード 7.4 と推定され、茨城県鉾田市では震度6弱を観測しています。現在も断続的に余震が発生していますので十分ご注意ください。また最初の地震で気象庁は北海道から千葉のにかけての太平洋沿岸と伊豆諸島に大津波警報を発令しました。ご覧いただいているのは岩手県宮古の情報カメラの映像ですが、沿岸の駐車場に停めてあった車があっという間に波に飲み込まれていきます。はい、気象庁によりますと、すでに一部で津波到達が確認されています。予想される津波の高さ、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の九十九里外房で10メートル以上となっています。沿岸の方はできる限り海岸から離れるようにしてください。あ、これは銚子ですね。銚子沖ですね、はい、千葉県の銚子沖。船が傾いていますね。はい、明治の時の三陸沖地震ではマグニチュード8くらいずつで30メーターぐらいの津波を観測していますから、十分そういう恐れもありますね。船の、まあ、後ろの方には人が、の姿が見えますね。はい、ご覧いただいているのは千葉県銚子の沖なんですけれども、船が津波によって傾いているようです。はい、そして必死に船にしがみついている方の姿が見えます。画面上3人でしょうか。はい、見えますね。救助活動が行われているものと思われます。これ陸地が流されてくるのを一生懸命泳そうとしてるんですね。はい、まだあの火事の能力あるみたいですけど、これだけやはり非常に水圧が強いので、煙が上がっていますね。はい、あれは吹かしてるんですよね。そうですね。では続いて報道カメラからこれまでに入っている最新情報をお伝えします。はい、では交通機関への影響からお伝えしようと思います。まずは鉄道です。午後3時40分現在、 JR によりますと首都圏の在来線はすべて運行を見合わせています。小田急線も全線で運転を見合わせていて、職員が歩いて線路の安全を確認するため復旧までにはかなりの時間がかかると見られています。また東海道、上越、東北などの各新幹線も全線で運転を見合わせています。東京、静岡の間では一時停電が起きていましたが、午後3時半ごろこの停電については復旧したということです。先ほど傾いていた船の様子ですが、傾いていた船がようやく体を戻した感じですが、また波に飲み込まれ、そして右側が傾いております。交通情報を続けてお伝えしますが、東京メトロと都営地下鉄でも全線で運転を見合わせています。続いて道路への影響です。首都高速では全線で通行止めとなっています。また東名高速、中央道、関越道、東北道、常磐道などでも一部区間で通行止めとなっています。続いて空の便です。全日空と日本航空によりますと、成田空港では滑走路を閉鎖して被害の確認を行っています。ターミナルの建物にも被害が出ているということで、利用客らを建物の外に避難するよう誘導しています。羽田空港では一時滑走路を閉鎖して被害の確認を行っていましたが、2本の滑走路の安全が確認されたため、到着便については順次着陸しているということです。仙台空港では滑走路に亀裂が確認されたということで、滑走路を閉鎖しているということです。そしてフェリーの情報です。東京汽船によりますと、伊豆大島から東京の竹芝に向かう高速船は津波に警戒するため東京湾沖に避難しているということです。その他のフェリーは運航を見合わせています。以上です。はい、現在も余震を感じています。福岡市のバスセンター、地震発生直後の様子です。盛岡バスセンターです。バスセンターの建物の窓ガラスが割れています。ガラス壊れたんですか？3階のガラスがね、すっかり壊れました。ものすごい揺れだった。初めてです。ご覧いただいているのは仙台空港の滑走路です。滑走路に津波が押し寄せています。滑走路に津波が押し寄せています。宮城県仙台空港です。現在大津波警報が出ていますが、まさに今濁流が仙台空港の滑走路に押し寄せています。津波が仙台空港に押し寄せています。次々と仙台空港の車を
飲み込んでいます。宮城県仙台空港、現在飛行機は離着陸をすべて停止しています。飛行機はすべて離着陸を停止していますが、津波が押し寄せています。仙台空港の滑走路です。空港は現在閉鎖されています。しかしご覧のように車が流されるほど次々と濁流が押し寄せ、津波が押し寄せています。仙台空港は現在飛行機の離着陸はストップ、完全に閉鎖しています。完全に閉鎖している仙台空港ですが、次々と水が押し寄せています。津波警報が沿岸部に現在出ていますが、まさに今津波が仙台空港の滑走路を襲っています。滑走路のかなり遠いところまで水が到達しようかというぐらい津波が押し寄せています。濁流が完全に仙台空港の滑走路を飲み込んでいます。現在大津波警報、津波の到達も県内各地で観測されています、確認されていますが、仙台空港では完全に大津波が滑走路を飲み込んでいます。車が流され、そして船もこの滑走路のところまで流されてきています。かなりの津波が仙台空港に押し寄せています。現在は閉鎖している仙台空港に大津波が押し寄せています。ここまでのその他の地域の津波情報です。石巻市鮎川では3メートル30センチ以上の津波を確認しています。先ほどの仙台空港の津波の様子です。仙台空港に押し寄せた津波の様子です。海から次々に濁流が押し寄せました。そしてこの津波がいろんなものを飲み込みながら滑走路に入ってきました。現在は閉鎖されている仙台空港の滑走路に、先ほどこのように濁流が次々と流れ込んできました。仙台空港に津波が到達した様子です。